闇ジマーさんとの出会いを忘れちゃったんですよで、ね、<laughs> 忘れたんだけどいつだったっけまた、あ、多分普通にクラブ、うん、多分それこそそのネクジネかな多分あったのネクジネであって めっちゃ普通の中学生みたいなやついると思って、そしたら、レオンに、あ、これヤミージュマーだよって言われて、マジでみたいな。もっと、なんか、あれだ、なんか全然イメージと違くて。それこそ、アッパーの MV の時も、最初、ヤミーがどこにいるのか分かんなくて、普通に通行人の人だと思って見てたら、え、ヤミーじゃんみたいな。結構、なんか、そういうギャップが私はすごい好きですね。なんか。 多分今彼私の1個上なんで23歳とか22か22歳ぐらいなんですけどなんかいまだに私ずっとなんか高校生に見えるなって思ってます <laughs> かわいいっすそのまさに今、はい、あのお話に出たあの、うん、アッパーに参加した経緯を教えてほしいです、はい、参加した経緯なんか闇の曲の作り方ってまあ わかんない私も歴まだそんな長くないんであれなんですよちょっとなんか特殊っていうかビートを送ってくるんですよ彼が「へにこれ乗ってくれよ」みたいな。<laughs> でオッケーっつってでだからもう何小節書くとかも全く決まってないんですただ書い,書いて私いつもスタジオでリリック書くんですけど、まあ、集まってスタジオでバーってリリック書いて。 レコーディングして。で、それを彼はいらないところは全部ぶった切るんですよ。てかもうバースの場所とか変えちゃうんですよね。その順番とか。そうそうそう。で、それでできたって感じです。で、私も最初ビートをくらえてきて、普通に撮って、で、終わってバイバイってして、で、後日、あ、これに狼乗っけてみたみたいな <laughs> 感じで、やった気がするな。そう。だからなんか本当に彼が、 いろんなパーツを組み合わせたっていう感じです。